つペコトレ。今回のペコトレは前回に続いて小学校3年生の猿立てタスクくんが挑戦してくれます。レッツペコトレ。一つ目はハイキャッチです。両手で真上にボールを投げて、その後に自分も高くジャンプします。ジャンプした一番高い位置でボールをキャッチしてください。それではタスクくんの挑戦です。2つ目はローキャッチです。肩幅に足を開き、ボールを胸の前で構えます。ここからボールを落としたら地面ギリギリのところでキャッチします。それではタスクくんの挑戦です。3つ目はバウンドローキャッチです。肩幅に足を開き、ボールを胸の前で構えます。ここからボールを落とし、バウンドしてすぐにキャッチします。それではタスクくんの挑戦です。ジュニア期の多様なボール遊びは運動に関わる調整力を養います。親子で一緒に挑戦することで子どものチャレンジ精神を育みましょう。Let's pick.